彼は違う次元に向かっているようだ。素晴らしかったこう言ったのは、ヤンキースのアーロン・ブーン監督。彼とは、日本時間30日のヤンキース戦で、リーグトップの27。28号の2打席、連続本塁打を放った、大谷翔平、26イコールエンゼルスのことだ。本拠地のヤンキースタジアムで、連日の3発。 自軍にメジャーを代表するスラッガーたちを従える敵将が衝撃を受け、舌を巻いた。コスタメサの焼肉打つだけでなく、マウンドに上がれば160キロ超の合速球を投げる。桁違いのパワーの源は何か、特別なものでも食べているんじゃないか。気になるところだが、 食事は可能な限り球場のクラブハウスで済ませているし、時間がない時や遠征先では持参したタッパーに料理を詰めて持って帰ることが多い。エンゼルスタジアムから車で10分ほどの場所にある一軒家に一人暮らし、管理栄養士にキャンプ中の90食分の食事を冷蔵庫や冷凍庫に作り置いてもらって、 自炊の方法を習ったことはある。鍋でご飯を炊いたり、ハンバーグも作れるようになったと言いますけど、手の込んだ料理をするわけじゃない。たまに、アナハイムの隣町のコスタメサで焼肉を食べる程度で、特別にパワーやスタミナがつきそうなものを口にしているという話は聞いたことがありませんとは、現地特派員。 欲は出てこないかつて日韓現代のインタビューで食に関する質問をした時もこんな答えが返ってきた。そんなにお酒を飲みたいとは思いません。故郷の岩手に帰った時には一滴も飲んでいません。好きじゃない。ビールの一杯目くらいは美味しいと思いますけど、体重を増量している時は、あまり飲まないようにしていますし。 そこを崩してまで飲みたいとは思いません。自分で考えていることを犠牲にしたり、ペースを乱したくないのかという質問に乱されるのも嫌いですし、そこまでして好きなものを食べたいとも思いません。そういう感じで食事はしていませんので、そういう欲みたいなものも出てこないのかなと思う。例えば、一郎は現役時代、 米国でも日本にいた時と同じような食事をとることにこだわった。毎朝、女房の作ったカレーを食べたし、時には日本で行きつけだった店からわざわざ肉を取り寄せたほど、松井秀樹にしても食い物にはうるさかった。体のことを考えながら、好きなものを食べることは楽しみの一つだった。 大谷翔平はしかし、彼らのような食に対するこだわりはない。いや、あるのかもしれないが、あくまでもパワーをつけるためのものであって、どうしても何かを食べたいという欲自体、ないようなのだ。体を作る手段、その代わり、速い球を投げて、打球を飛ばすためには、体の、 どの部分をどう鍛え、どういった食事をとるのが良いかという知識を得ることには、ど欲です。食事に関しても、管理栄養士を通じてかなり勉強をしている。つまり、大谷翔平にとっての食事は、投げて打って、バテにくい体を作るための手段なのです。なので、クラブハウスでピックアップしているのも、 そういった体を作る上で有効な食材なのでしょう。全室の特派員、週刊新潮5月6。13日号によれば、大谷翔平選手は、サクオフ。自分に合っている食材。合っていない食材がわかる、血液検査を受けたという。その結果、卵が合ってないことが判明し、 毎朝自ら料理して食べていたオムレツをやめたそうだ。大谷翔平はもともと、食が細い。中学時代は毎日牛乳を1リットル飲んだが、茶碗ん1杯の白飯を食べれば、それで十分だった。岩手の花巻東高野球部には食事トレーニングがあった。ノルマは1日丼り飯10杯。 練習試合になると、しだし屋の弁当が出て、余ると投手が食べることになっていたが、食べきれず、かといって捨てるわけにもいかず、寮の机の引き出しにしまい込んで、カビだらけにしたこともあった。大谷翔平にとって、食事は、高校時代同様、トレーニングの一環なのかもしれない。 3分の2回7失点個日本時間1日のヤンキース戦は1番投手のリアル二刀流で出場したが大乱調押し出しを含む四死球と請求が定まらず3分の2回を2安打7失点で越されそのままベンチに下がったエンゼルスは最終回一挙7得点で11から8の大逆転 大谷翔平に黒星はつかなかった。次のオーディオビデオでお会いしましょう。